い、皆さん地理の授業が始まりますよ。はい、皆さんは尾根と谷っていうのをご存知でしょうか。皆さんね、尾根っていうのはこうやってね、中心からピュッてボコッと膨れ上がってるところを言うんですよね。まあこの尾根があるとどうなるかって言いますと、まあ、そこはね、標高が高くなってるわけなんですよ。で、下に下がると谷と呼ばれることになって、まあ標高がちょっと周りより下がっているということになるんですね。じゃあこの尾根、谷、尾根、これを合わせて何て言うか。そう、皆さん、おっぱい。それ重いでしょ。うん、あ、持ってあげる、大丈夫大丈夫。あ、やばい、重い、重いよ俺の、お前の気持ち。世界は恋に落ちている日か。はい、もう自由です。出口はあちらです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私ですね、YouTube をやってるネロと申します。次のテストが悪かったらうちの子じゃないからな。1週間後ただいま。テストどうだった。あれだお前、あ、ハム太郎。ひまわりの種食べな。食べない。で、食べろって。いらない。で、食べろって。買ってきたんだって。いらない。お前、食べろ。食べろや。食べる？食べない。ごめんね、愛しのハム太郎。付き合ってるのがバレた時の反応の違い。小学生。中学生。おい、じゃあもうなんでここにいんだよ。もうみんなって、おい、おい、もうあっち行け、あっち行け。高校生。おっと、びっくりした。お前、そんなとこにいんのかよ。教えてくれよ、お前もさ。ちょっとこっち来て。ちょ、はいはいはい。お前、あとで絶対殺すかんな。大学生。今日は本当に楽しかったよ。ありがとう。と、マジか、お前ら、いつからいたの？え、最初から見てた。うわ、ちょっとはずいな。え、このことどこで知らなかったかって？あ、そんなん決まってんだろ？レンタル彼女だよ。もう僕は食べっ子動物を食べれなくなりました。なぜならばこれに名前をつけてしまったからです。ポチにヒデにタカ。おい、もう何してんだ、うまそうじゃねえか。タカー。よし、知ればブーン。またずっと凝り固まってる皆さん、単純にこれからジャンって言ったら飛び跳ねな。オンワンツーフリー、高く空中に俺はソージューシー。さあ、初めてなら今から連れて行こうか。